ウィレム一世は、初代オランダ国王及び、ルクセンブルク大公である。かつて十ギルダー紙幣に肖像が使用されていた。父は、オランダの最後の総督だったオラニエ公ウィレム五世で、母は、プロイセン王女ビルヘルミーネ。1791年、プロイセン国王フリードリヒ・ビルヘルム二世の娘で、10枚にあたるビルヘルミーネと結婚した。1795年、 フランス軍の侵攻により、共和国が崩壊すると、父に従って、イギリスに亡命した。1799年には、イギリス軍に加わって、フランスの属国となったオランダに侵攻したが、撃退された。父ビレム5世は亡命中の1802年に、オラニエコの称号と共に家督を譲り、1806年にドイツで死去した。 プロイセン軍に参加していたウィレムは1806年のイエナ・アウエルシュタット戦役のうちのアウエルシュタットの戦いで戦った後、その2日後にエアフルトをフランス軍に明け渡した。この重要な町のあっけない幸福に関して、後の調査委員会で大きな問題とされたが、義理の兄となっていたプロイセン国王、フリードリ・ヒビルヘルム三世が介入したため、処罰を免れた。 1813年にフランス軍の撤退後、オランダに帰還し、臨時政府から君主の称号を受けた。ナポレオン失脚後の1815年、ウィーン会議により18世紀まで共和制を敷いていたオランダとハプスブルク家の領土だった南ネーデルラントを合わせて立憲君主国オランダ王国が成立すると初代国王に即位した。また、 ナッサウ家の古くからの所領であった、ラインラントのナッサウ、ディレンブルク、ディーツなどの所領が、プロイセン領に併合されるのと引き換えに、ルクセンブルク大公を兼ねることとなった。ウィレム一世は、解明的先制君主、遅れてきた、啓蒙先制君主、商人王などと評される。彼は保守派のブルジョアジーや旧都市貴族を支えとして、政治権力を独占していた。 南北ネーデルラントは20年に及ぶ動乱の下で、経済活動が混乱しており、その立て直しが求められていた。そのため、ウィレム一世は、商工業の積極的な振興に力を注いだ。また、200年にわたって分かたれてきた南北ネーデルラントの統合を推し進めようとした。しかし統合は破綻し、1830年にフランス7月革命の余波で、 ブリュッセルでも暴動が起こり、ベルギー独立革命へと発展した。結果、ベルギーは、独立して、ザクセン・コーブルク・ゴータケのレオポルド一世を国王を迎えた。ウィレム一世は、失意のうちに1840年、退位して、息子のウィレム二世に王位を譲り、ベルリンへ移住した。1841年に、長年の愛人、アンリエット・ドートルモンと、既戦結婚し、彼女に、 ナッサウ伯爵夫人の称号を与えた。1843年に死去した。ありがとうございます。